チャトシラは、ズルと JavaScript で書かれた IRC クライアントで、ある。モジラスイート、モジラ Firefox、Cmonkey、ザルラナー上で利用可能である。モジラスイートおよび Cmonkey では、インストール時に完全インストールもしくはカスタムインストールを選択することで導入される。拡張機能としてもリリースされており、モジラ Firefox には拡張機能として導入する。 モジラスイート、シーモンティーでも拡張機能として導入することで既存のチャトシラを置き換えることが可能である。また、ザルラナー上ではスタンドアローンで動作する。チャトシラはモジラベースのウェブブラウザが実行可能なプラットフォームで動作し全面的に一貫性のあるユーザーインターフェースを提供する。また、ザルラナーを用いた単独のアプリとしても利用可能である。 チャトシラは IRC クライアントに通常含まれる機能の大部分を備えており、これには一度に複数のサーバーに接続する機能、標準的な IRC ネットワークに関する組み込みリストの維持、利用可能なチャンネルの検索と並べ替え、チャットのログの記録、DCC を用いたチャットとファイルの転送、インターフェースのユーザーによるカスタマイズが含まれる。チャトシラは ニックネームのタブキーによる自動保管を含んでおり、ニックネーム画業の最初の単語である場合にはコンマを付加する。また、コマンドのタブキーによる保管機能も備えており、クイックダブルタブを使うと、今までタイプされた情報をベースに利用可能なコマンドのリストが表示される。テキスト入力のためのウィンドウは単位以降にすることができ、エンターキーを押すとテキストを送ることができる。 また、マルティリィンジ機能は、行を超えるより大きなテキストの選択を可能にし、CTRL キーと Enter ーキーを組み合わせることでテキストブロックを送ることができる。JavaScript はスクリプトの実行に用いられ、メッセージは CSS を用いてスタイリングすることができる。これはユーザーによって制御することができ、表示メニューから項目を選択し、 CSS ファイルへのリンクをメッセージウィンドウへドラッグするか、モチーフコマンドによって実行できる。また、DCC がサポートされており、これはユーザーに別のもう一人のユーザーと直接チャットし、ファイルを転送することを可能にする。それぞれのメッセージの送信者はテキストの左側に表示され、これにはそのユーザーとのプライベートなチャットを行うウィンドウを開くリンクが付加されている。 ありがとうございます。